こんにちは、アスカです。今日は髪の毛が素晴らしいですね。今日は丸ごとトマトの炊き込みご飯にチャレンジしていきます。はい、作っていきます。はい、本日主役となるトマトです。トマトはまずヘタをなんかこんな感じで取ってました。私がやると怖いですよね。大丈夫ですよ。くり抜いて、で裏向けて、こういう風に十字架っていうんですか、切れ目を入れられてました。はい、材料はこんな感じで、ベーコンとあとしめじを使うそうです。はい、調味料は鶏ガラスープ、これって便利ですよね。あると便利、あるとどうにかなる材料だと私は思ってます。あ、また小さじだった。と次、本つゆと最後、塩コショウ。これで混ぜます。はい、そしたらベーコン、さっき調味料入れた炊飯器にベーコン、しめじ入れて一回混ぜる。その上にトマトを置きます。おお、すごい、なんか丸ごと。じゃあ炊飯スタート。この間作ったつくねが美味しすぎたんで、今日は金曜日ということで、いっぱいビールを飲むということで、またつくねをつまみに食べたいので作ってるんですけど、何回やっても焦げるんですよね。例えば最近あるあるサボってました。鼻毛出てるよって言われると、嘘、絶対嘘と思いたくなる。違う、人から鼻毛出てるよって言われると、自分で確認するまで信じないね。教えてくれる人優しいのに。はい、あるある。はい、完成しました。こんな感じ。イエーイ、いただきます。トマトいただきます。うん、イタリアンな炊き込みご飯、美味しい。